河野正道は、室町時代から、戦国時代にかけての武将。忌名の、生の字は、道の区国の豪族で主君とされる、安藤正規または、正規にその字を与えた室町幕府第八代将軍、足利義政から受けたものと推測される。出自は不詳だが、落知氏の末裔を称し、伊予河野氏の一族と推定される。道の区国と伊予河野氏には、鎌倉時代から、 つながりがあり、河野通信周辺の地も道の区国江差し軍であり、その孫、河野道重も道の区国比えのき軍寺林場を拠点として活動していた。京徳三年、安藤世紀が江戸地に渡り、それに従って武田信弘らと共に、正道も江戸地へと渡った。薄毛市に、薄毛市河野館と呼ばれる館を築き、その館が宝景であったため、 箱館という地名の発祥となった。茂る別館主義国史を補佐して、蝦夷地の開拓に当たった。このような和人の蝦夷地開拓に反発したアイヌは、高昭三年、長六元年の古社マインの戦いで、薄毛主観を攻撃。その際に正道は、アイヌの捕虜になったとも伝わる。また、永正九年に、薄毛主観が攻撃されて陥落。この末光は父。 正道と娘を逃がした後に自害。正道は孫娘を伴って、正木に逃れたという。正道のその後は不詳だが、逃れた先で、孫娘は後に、柿崎敏弘の性質となり、その子、松前義弘は、初代正木藩主となる。ありがとうございます。